こんにちは。今回ですね、ウーム野球部のメンバーと高木豊さんと動画を撮らせていただく機会がありまして、ちょっと今ズームで動画を撮らせていただいてるんですけど、はい、僕からですね、今回2つ質問がありまして、でまず1つ目が、先ほどちょうどクレイさんとの動画を撮られてる時にちょっとワードに出てきたんですけど、豊さんがジャイアンツの湯浅選手、はい、今後すごい成長するんじゃないかっていうことで注目しているというお話があったんですけど、その湯浅選手が、まあ、豊さんの予想通りそのすごい選手にこれからなっていくとしたら、そのジャイアンツの内野陣ってどうなるのかというか、どうしていくべきなんだろうなっていうのがちょっと巨人ファンとして、うん、僕もちょっと気になっていたところであって、原監督とももうなんというか盟友といいますか、意見というか気を組んでいただいてもいいんですけど、もう豊さん自身が思うその今後ジャイアンツの内野陣、まあ、もちろん吉川尚輝選手もいて、うん、岡本選手もいて、ショートに坂本選手がいて、うん、まあ、結構内野手特にジャイアンツ若手が多いと思うので、まあ、今後コンバートも含め豊さんから見てどうしていくべきなのかっていうのをちょっとお伺いしてみたいなと思いまして。なるほど、まあ、ファースト岡本だよね。おお、三塁から岡本を持ってきて、はい、将来的には三塁手に坂本、うん、でセカンドに FA をするであろう山田哲人をセカンドに入れて、あ、そうなるんですね。でショートを湯浅と吉川が争うという。ああ、そうですね。なるほど。なんかね、はい、まあそれが一番しっくりくるかなという。へえ。ああ、でどっちが勝つかというと、ショートのポジションの争いで、はい、湯浅がまだ体が丈夫かどうかっていうのが分からないけど、はい、これがやっぱり丈夫で精神的にも強かったら、はい、おそらくショートのポジションは湯浅が取るかなっていうふうには期待をしてる。へー。やっぱり吉川って故障勝ちじゃない、はい、だからそこら辺でやっぱりレギュラーの条件として体が強いっていうことも条件の一つに入ってくるから、だから湯浅が体が丈夫であれば湯浅が取ってしまうというね。ただ吉川っていうのはセンス抜群だけど、はい、まあショートもできセカンドもできいろんなポジションができるというバイプレイヤーになってくれれば、はい、いいのかなっていうふうには思ってるけどね。なるほど。ちょっと今やっぱり気になった点がありまして、なんとなくこうずっと噂されてることではあるんですけど、山田哲人選手がその FA でジャイアンツに来るんじゃないかみたいな噂は、豊さんもちょっとそう思うってことですか？お金がもう出せないんじゃないかなと思って。ああ、なるほど。ヤクルトが、はい、やっぱ長期間何億何十億っていうことになってくると、はい、ちょっと抱えきれなくなるのかなっていうような。なるほど。まあ手放さない方がいいよ、もちろん、はい、でも想像でいけば、まあ噂レベルでね、想像でいけば、まあ巨人に行くのかなという。で坂本と二遊間を組んでみたいっていう夢があるじゃない、はい、選手としての。確かに、ほら華やかだよ。うん、セカンド山田、うん、ショート坂本、うん、この二遊間 を見れるっていうのはさ、なんかプロ野球の夢っていうかさ、ファンの夢みたいなものが詰まってるから、うんうん、だからね、ですね、うん、見てみたいというもちろんこう気持ちもありつつも、そんな二遊間がこう実現してしまっていいのかっていうファンとしては、あまりにこう強力すぎるんじゃない、今まで本当見たことないレベルの二遊間にこうなるんじゃないかなっていう、ファンなのに不安というか、なんかそんな気持ちもやっぱバッティングだって上位で並んだらやっぱたまんないよだから絵になるじゃない、2人が、はい、もう日本代表っすもんね、ほぼほぼジャパンですね。昨日の試合なんか見ててもやっぱ山田哲人選手、足もあって一発もあって、いつ何がこう起きるか分かんない怖さというか、いや、まあ、魅力のある選手だよね。はい。ちなみに豊さん、山田哲人選手が入ってきたら、まあ、丸選手、岡本選手、坂本選手も含めて上位をどのように組まれますか、打順を。
いや、1番山田哲人だよね。うん。で、2番坂本。はい。3番丸。ああ。4番岡本。素晴らしいな。怖い。それでいいんじゃないの。それで点になるよね、なんか。はい。なるほど。で、5番ぐらいに仮面入れといて。はい。ね、しぶとい仮面を。強い。ちなみに、クレイさん、DeNA ファンじゃないですか。はい。はい、見たいですか、それとも、ヤクルトに残ってほしいか。いや、難しいですね。巨人がこれ以上強くなるっていうのは、DeNA ファンからしたら脅威ですし、うん、まあ、でも単純にやっぱヤクルトの花であってほしいっていう部分もあれば、うん、まあ、難しいですね。どっちでもそれも見てみたいです、やっぱり巨人がそれだけ強いチームになるっていうところも。うん、うどんとみかんのお二人は、はい、持ってほしいですか、巨人見たい、山田哲人選手の巨人移籍見てみたいのか、はい、残ってほしいのかっていう。いや、もうその二遊間見たいですよ、ね、はい、家計が巨人ファンなんですよ、お父さんとか、その方がずっと巨人見て育ったんで、いいっすね、来てほしいっすね。うどんくんどうですか。そうっすね、野球のゲームでもう僕はそのチームを作ってるので、なんでしょう、現実がやっと追いついてきたみたいな感じですね。、はい、なるほど。ありがとうございます。ちなみに僕、すごいしょうもない理由なんですけど、あの今までのその日本の応援歌の中で、ヤクルトの山田哲人選手の応援歌が一番かっこいいと思うんですよ。あれが聴きたくなるんだったら。どんな曲だったっけ。とかの、うん、あれすごかったですね。認知度もすごい応援歌なんで、結構 YouTube とかにも上がってるんですけど、聞いたことないぐらいの声援で WBC とかも360度から今の応援歌がっていう、割と野球ファンの中では、あの、まあ、みんな多分1番か2番目ぐらいに好きなんじゃないかなっていう。あの阪神ファンとかたまになんか試合結果がある程度決まってると、思いっきり神宮のそのレフトスタンドとかから一緒に応援してるぐらいの、割とみんな多分好きな応援歌なんですよ。うん、なるほどね。聞けなくなるというか、でもなんか昔一例だけ、あの石井拓郎選手が DeNA からカープに移籍した時に、あれ本当にごく稀な例だと思うんですけど、同じ応援歌が使われたっていうのがあって、それはどうなんですかね。ダメなんですか、基本的にはやっぱり応援歌一緒の使う。いや、ダメじゃないけど、はい、なんかチームが変わったら心機一転してしたいよね。うん、それはあると思うよ。うん、じゃあなんか引きずってるみたいじゃない、気持ちが。だからそういう意味ではスパッと切った方がいいと思う、ね。はい、うん、なんか本当にすごいしょうもない理由ではあるんですけど、それが結構でかくてジャイアンツファンなんですけど、どっちかというとヤクルト残ってほしいなっていうのが。あ、はい、まあね、ヤクルトもやっぱり全力で止めなきゃいかんよね、山田は。やっぱ宝だから、うんうん、ただあとは山田の気持ちがどういう風に動くか。はい、今年のオフですよね、うん、取るのは FA。 あ、もちろんもちろん。はい、もうじゃあそれはみんなで見守りましょうか、どうなるのかっていうのを。はいはい、はい、ありがとうございます。どうも。じゃあちょっと2つ目、はい、行かせていただきたいんですけど、